氷入れてきて。もう何で氷入れて。あ、反対に、うん、いいよ入れて。直樹に起きたんですけど、はい、好きになって、うん、一緒になれる秘訣って何ですか。もうタイミング、もう自分もあの長年あの、まあ、子供4人いたんですけど、ちっちゃい時に、あ、子供いたんですか。4人いるんですけど、でちっちゃい時に親父を亡くしたんですよ。子供たちのお父さんが死んじゃって、でそれからあのこう何シングルでずっともう守ってきたんですよね。もう再婚もしない、彼氏も作んないって、子供たちの親として責任感があったから。で最近ももうその世の4人の子供たちが社会人になって20歳過ぎたんですよ。みんな20歳成人になったので、自分ももう結婚していいんじゃないかなと思った時に、長男がお母さんいいよもうって好きな人作んなって言ってくれて、そんな時に力くんからプルプル電話があって、そうおいでって言ってくれて、横浜においでって言ってくれて、あー行ってみようかな。いや僕が今ですよ、マジで。ちょっと出会いがあって。今配信中に、何ちゃんだっけ、ミカちゃん、ミカちゃん、告白しますか。え？告白ってどういう、どうだったんですか。告白し、今すぐ。いいや。いやでも告白どうやってやればいいの。だからいいからいいから聞けよ、聞けよ。聞けよ。帽子だけかぶらせてください。帽子、後ろ。ねえ、大丈夫か。聞けよ。だから、何で告白を。電話出るわよ。電話出なかったら赤いやつやで。じゃあ、俺女になりましたら、なりたいと言ってます。何でしょう。じゃあ、いいじゃん。あ、いいじゃん。ただ、結果が出てないです。結果。一緒に住むとか。一緒に住めたら、あいつ金持ってるぞ。金持って一緒に住めばいいじゃん。あそこ、綺麗なところ。ただ僕は、純粋にこの子と、まあ、お付き合いしたいなと思って。一緒に住んじゃったら、ないといとか。ねえ、住んだらいいよね。告白します。どう？言いますか。振られたら逆じゃないですか。嘘になります。どんどん押してかないとダメだよ。押してかないと。綺麗な子だね。でも今言ってここで配信して説得してください。今いいよいいよ、してあげる。え、行きます。行くよ。説得できるよ。マジですか。できる。いやこれはラオ君、男の力より女の力すごいですよ。僕も正直真剣に今出る電話。ああ出ます。ああ、1時22分。そう、もう遅いから。ちょっと出るか。遅いからダメかな。寝ちゃったかな。今日お店ないんで。あ、ほんと。お店休み。オーナーなんで。あ、そうなんだ。ママさん。はい。ナイス。やめようか。やめようか。今日は。今日はやめとこう。明日。イボジ。何に対して自分の言葉に。イボジ触るな。受け取ってくれるか。はい。イボジ触るなんて本当なの。はい。イボジ触るなんて本当なの。イボジやこの野郎、お前。ほっとけ。ハゲしてんだよ。ほっとけ、こら。マジ臭そう。ほっとけ、この野郎。